モンゴル気候は、柴良太郎の気候文集、街道行く、第5巻。週刊朝日の1973年11月2日号から1974年6月14日号に、連載された。旅の時期は、1973年8月21日から8月31日までの11日間で、あった。旅のコース少年の頃から、 北方の悲観民族の攻防の歴史や広大なユーラシア大陸に広がる大草原シルクロードなどに憧れとロマンを抱いていた芝は分断デビュー前にペルシャの現実史や河壁の強度といった短編を書いていた。日本とモンゴルが国交を回復した翌年に30年来憧れてきた地におとぎの国に行く感じで向かうことになった。同行者は緑夫人。 サッシエのスダコクタ、バの恩師であり、モンゴル語の権威の合松源一。モンゴルでは、案内役のゼベックマが登場する。なおバは後に、草原の木で、彼女の生涯を描いた。行きの飛行機でバが、学徒出陣で、戦車19連隊にいた時同じだった、ナンバヤスシ君に出会う。 ソ連の官僚主義がもたらす、諸々の出来事が旅を不快なものにしている。芝はここ、ハバロフスクと次のイルクーツクをモンゴルへ行くための、赤書、陰鬱なソ連などと表現している。決して政治批判ではないと断りを入れてはいるが、芝のソ連に対する印象が、ここまで悪いのは、かつて、満州の戦線にいて、ソ連軍と対峙し常に死と隣り合わせにあったことや、 戦後のソ連の日本人捕虜に対する非道な強制労働の記憶があったからだと考えられる。イルクーツクでは大国やコーダユーについて思いを巡らしている。天明2年、先導の彼を含め17名の乗る船が暴風でロシアまで流され、エカテリーナ2世にあって帰国を実現するために首都ペテルブルクに向かう途中、生き残った彼ら5名は、 イルクーツクに一年間滞在した。当時、イルクーツクは、ロシア文明の東源であったことや街の様子などが描かれている。夜に、イルクーツクに着いたため、モンゴル領事館が閉まっていたが、知人や、現地の人の力添えで、モンゴルへの入国詐称を幸運にも得ることができる。ウランバートルでは、セベックマが出迎えてくれる。モンゴルは、芝の憧れの地であり、 素晴らしい街なのだが、ノモンハン事変やソ連の日本人抑留者への強制労働の記憶が時々蘇り、旅に暗い影を落としている。芝一行が宿泊する、ウランバートルホテル内に1ヶ月前に開設された、日本大使館を訪れる。代理大使の崎山は、芝と同じ大学を卒業した先輩で、夜は自宅に招かれ、崎山の家族にも会う。 先山はモンゴルに赴任できたことについて、夢が、とっくの昔に覚めてしまっているのになという考えを漏らしているが、しばら戦前の青年にとって、夢で、自己被大させようとするとき、モンゴルというのは、格好の主題だったということが書かれている。南語尾にあるダランザドガドから40キロばかり離れた、宿営地に宿泊。大正末期から昭和20年までに、 少年時代を送った多くの人にとって、語尾砂漠は、日常の規範から、にわかに解き放たれ、広々と広がる無償の理想的行為の可能な世界で、あったという。そこで、芝や須田は、強く臭う草、満天の星、深紅の光が、濃紺の天を縦横に駆け巡るごとくの日の出、砂丘、ラクダや馬の放牧などといった、大自然を満喫する。ありがとうございます。